99式襲撃機、99式襲撃機は、第二次世界大戦時の大日本帝国陸軍の襲撃機、攻撃機、基番号、試作名称は五51、略称、故障は99重ね、99襲撃など、連合軍のコードネームは、ソーニャ、ソニア。開発、製造は、三菱重工業。本機の派生型として、 戦術偵察機である九十九式軍偵察機、九九式軍偵察機。基番号は同じく機五十一略称、故称は九十九式軍サダ、十九軍サダなどが存在し、本校ではその領機について詳述する。襲撃機とは、九百三十八年、昭和十三年一月に、参謀本部から陸軍省に提出された、 直飛行機の性能等に席する作戦上の要望の中で初めて明文化された日本陸軍の軍用機の新カテゴリーである。1935年昭和10年前後にソビエトローノー赤軍の赤色空軍で生まれた高度100メートル程度を超低空飛行し森などの影に隠れて基地上部隊を吸収する戦法を取るシュトゥルモビーク直訳は襲撃者を日本陸軍でも 機体のコンセプトを含めて採用したものである。その用途は、主として敵飛行場にある飛行機並びに地上軍隊の襲撃とされ、超低空並びに高下爆撃に敵し努めて、行動を警戒ならしむために要求すべき性能が定められている。他方、既存のカテゴリーである軽爆撃機は水平爆撃を、おもとし高下爆撃をも実施しと用法に差別化が図られていた。 また、襲撃機は軽快な低空運動性の代わりに、常用高度は低く、爆弾の搭載量は抑えられるものの固定機関銃、または機関砲を装備し、腰部の装甲など、防弾装備が、軽爆撃機との違いであった。敵地上部隊を襲撃する、この、襲撃機は、いわゆる近接航空支援に比重が置かれた、地上攻撃機に相当するものでもある。 1937年、昭和12年、陸軍は、三菱重工業に対し軍偵察機として機51の開発を内示し、1938年、昭和13年に1月末に試作を命じた。ところが7月、試作研究の途中で、陸軍航空本部兵器研究方針の改正があり、軍偵察機と襲撃機を同一機種とすることが明示されたため、機51は、 襲撃機をしようととした。大木京之助義手を設計事務者とする開発人は指示書に従い、エンジンに三菱製、波26通を採用した、単発複座単用低翼固定客の機体を設計した。固定武装は、両翼内に 7.7mm 機関銃、89式固定機関銃を2丁、後部座席に旋回式 7.7mm 機関銃、 4も一丁装備したただし、屋内 7.7mm 機関銃は、実戦投入後に空戦及び地上銃撃時の威力不足が指摘されたため、1943年、昭和18年11月より 12.7mm 機関砲、5031式 12.7mm 固定機関砲に換装された。爆弾は、当初ラム十二キログラム十二。12 または5 0ラム4まで搭載可能であった。また、低空飛行で地上を攻撃する任務の性格上、敵地上部隊からの反撃を受ける可能性が高いことや、陸軍の防弾装備への深い理解から防弾についても考慮されており、11号機、増加試作機からは、エンジン仮面、操縦席仮面、背面、胴体仮面、中央翼仮面を6ト、mm、ル厚の防弾鋼板で、 保護し、また燃料タンクはゴム張りセルフシーリング式の自動防漏タンク、防火タンク、防弾タンクとされていた。試作機における試験結果は、飛行性能及び操縦性も良好であったが、機体の振動や着陸時の失速特性の悪さといった問題も指摘され、量産型では主翼前園にスラットを設けることでその欠を図り、1940年、 昭和15年5月に99式襲撃機として正式制定された。当時、陸軍は後期2600年正式の兵器の命名方針を定めきれていなかったため、前年度年式と同じ99式とされた。また本機は生産過程で一部使用、偽装を変更するだけで軍偵察機にすることもでき、この方は99式軍偵察機として、 正式制定された。この派生型では、後部座席の複操重装置や防弾鋼板を取り外し、胴体か横に開けられた小窓から外部を空中撮影するための写真機が設置された。この仕様変更に対応するため、胴体内に爆弾を収納するスペースはなくなり、爆弾は両翼下に搭載された軍偵察機は、司令部偵察機のような偵察専用機ではなく、時には、 爆走しての攻撃任務を行えることが求められている。また視界を広げるために機体に比して、風防、天外が大きく設計されている。ただし、偽装以外は、元の九十九式襲撃機とほとんど同じものである。生産数は、三菱製が千四百七十二機であり、千百四十四年、昭和十九年以降は、立川陸軍航空交渉でも千機近くが、 生産され、軍差田型も含めた総数は2385機。1941年、昭和16年、性能向上のためにエンジンを812に換装し、固定脚を引っ込め足に変更した機71が、満州飛行機によって試作されたが、期待したほどの性能向上が見られなかったため三日には、至らずに終わった。99式襲撃機。 99式軍偵察機は、日中戦争、シナ事変後期から、太平洋戦争、大東亜戦争前期にわたって使用され、主に飛行文化、襲撃、軍、サダの飛行戦隊、独立飛行中隊に、はい、中国大陸から、港タ戦線、マレー半島、インドネシア、ビルマ、ニューギニア、フィリピンなど、各地の広範囲で活躍した。低空運動性の高さ、 敵戦闘機撃墜の報告もある。単純で頑丈な固定足であるが、ゆえの不正地からの離着陸性能の良さ。また、搭載翼重砲は、機種配置の場合のプロペラ同調式を採用せず、生成が良かったことなどから、戦地での国使にも耐える、実用性の高い機体であった。素直な操縦性と、堅牢な機体構造と、十分な馬力から、 共同訓練用の高等練習機としても重宝され、さらに連絡機や用人輸送機としても盛んに使用されるほどの汎用性も魅力であった。対戦後半には飛行文化、対戦の飛行部隊に配備され対戦紹介機としても活躍しており、中でも1945年、昭和20年8月6日には、バリ島沖、ロンボク海峡にて、アメリカ海軍潜水艦、 ブルヘッドを 60kg 爆弾にて確実撃沈している。なお、ブルヘッドは第二次大戦において敵の攻撃で撃沈された最後のアメリカ海軍艦である。しかし、大戦後半になると基本設計の旧式化は否めず、また敵の新鋭戦闘機に比べ相対的に低馬力、低速になったため撃墜されることが多くなり損害が増大している。 また他の日本機と同様に、作戦機としては、爆弾の搭載量が少なく、航続距離も不足しがちであった。それでも、その信頼性と汎用性の高さから終戦まで、陸軍地上攻撃機の主力機として第一で、活躍し続けた。例として、1944年の中国戦線における大陸脱作戦では、8月6日に在島米空軍、飛行場がある要衝たる。 交尾陥落に99重ネ、ね、内市99軍サラが貢献、有軍地上部隊の眼全にて節航空支援を実施。さらにフィリピン防衛戦における、レーテ島の戦いでは、1944年11月4日、未明に、一式戦闘機、春夜99式総計爆撃機と共に数機の99重ネが、タクロバンのアメリカ占領下の飛行場を及びレーテ沖に、 停泊中の輸送船を攻撃、この共同船で、在地的機41機に確実に損傷を与え米、第345爆撃航空軍要員100名以上が戦死する戦果を挙げている。1945年の沖縄戦でも、飛行第66戦隊の99カサメが、通常の艦船攻撃に投入された。末期には、胴体下に250キログラム爆弾が、 搭載できるように改造され、対艦攻撃機もしくは特攻機として用いられることも多かった。本機は有名なアメリカの飛行家である、チャールズ・リンドバーグのカルッピーマイナス38、戦闘機とも戦っている。リンドバーグの両機2機を相手に、高い運動性を持って翻導していた1機が、リンドバーグ機との対震戦での打ち合いに敗れ、撃墜されている。戦後、 海外に残存した一部の機体が現地の軍隊で運用された。特に国境内戦の際の中国人民解放軍やインドネシア独立戦争の際のインドネシア人民軍で運用されたことが知られている。現存機としては戦後にインドネシア人民軍で使用された機体がインドネシア空軍中央博物館に一式戦、春と共に保存、展示されている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。